ははい、はい。日本人名産も高橋香音さんですね。えー、ちょっとね、この気になって、えー、インターネットの悪口掲示板で、えー、私の悪口をひたすら書いてる人たちがいて、でまあ、彼らに説教をしなきゃいけないかなと。うんで まあこのね、インターネット社会で悪口言いたいと。ね、仕事のストレスをね、誰かにぶつけたいと。そういう、まあ、ヤフーのね、なんか、そういう、なんか、ヤフーのコメラみたいな、なんかあの、うっぷん溜まってんだろうな、奴らもね。うん、で、この子たちもうっぷんが溜まってて、でも僕のこと応援してくれてる反面、あのー、可愛さ余まって憎分さ100倍みたいな感じで、最近の僕が気に入らないと。いうことで文く言ってるバカいるんでね、説教していきますよ。はい。えー、こういうことね。はい。 ここ479、えー。たかちゃん、最近金金引きすぎ。ネタ的煽りのつもりだろうけど、くどすぎてガチで嫌われ始めてるぞっ,つってね。まあ金習いすると嫌われてるからな。うん、あんまりしない方がいいかな、うん。これは悪かったな、うんえー。たかだか3億円程度で大騒ぎするんじゃないよとかね。3億円も稼いでねえから、お前。勘違いすんねえねバカが本当に。うん <laughs> えー いや、だから、いや、だからって言いながら、同じことしか言わないよね、高橋君はえ。3億の,の話と100万人以下とコラボしない話、完全に老害とか言って。<laughs> まあ、言いたいこと言いたいからね、偉そうにするのが俺の本当に人生目標だから、簡単に言うと本当に、ここだけぶっちゃけ言っとくけどね、あの偉そうにしてるとめちゃめちゃ楽しいんだよ、人間って。なんだろうな、まあ、あれはね、多分承認欲求なんだろうな。うん、まあ、だから俺は結構、もう最近はなんか、 あの言いたいこと言って、好きなこと言っていきたいんで、あんまり気にせずにね、うんまあ、配慮もするけど、最低限は。まあ、あんまり配慮するとめんどくさいしね、うん、あのだれいいから、あんまり言いたいこと言って、うん。だからもう自分の中では、もうそんぐらい大物になって気持ちでいるってことよ。もうそこを組めよ、本当に。老害とかネガティブなこと言ってんじゃねえぞ、お前、本当にに、ね。どうしようもないな、お前、ほんと、チャンネラーがインターネットで悪口ばっか,りかき上がって、お前。実社会に出てこいよ、お前、俺みたいに。 リアルな社会に飛び出してお前頑張ってみろやああで、最近のそのなんか若者にも説教しとけど、老害老害っつって、お前、その老害から生まれてきたんだよ、お前ら。勘違いすんな、お前。なあ,あの、先輩はお前、尊敬崇拝しろ本当、ほんとに。最近の若者でね、もうこの間も俺若者と話し込んで説教し、散々説教したんだけど、なんかあると老害って言葉覚えちゃって、インターネットでね。で、お前、老害から生まれてきたんだから、お前、老害以下じゃねえかっつって、もう逆説教だよ、ほんとに。 まあそういうことをね、若者理解してくださいお前、老害から生まれてきたんでお前は。うん。感謝の気持ちを持てよっ、つって。で、お前みたいな、お前、感謝の気持ちがねえから、お前、インターネットでぐずぐずぐずぐ、人の悪口は書かないんだろうがって。説教してやってんだよ、お前、ほんと。これもサービスだぞ、お前。サービスの一環だぞ、お前。ありがたいと思うよ、ほんとに。えー、タカちゃんの承認欲求が、承認欲求はすごいよ。承認欲求はすごいぞ、俺は。あ理解しろや え最近の金持ちアピールは何でなんだってわかんないな。うん、まあ、金持ちでもないけどな。うん、まあ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 ま、あ1000万くらいの車だったら別に今すぐ買えるけど、みたいな。<笑><笑>まあまあ、2000万の車も今すぐ買えますけど、みたいな。まあ、そういう感じ。うん、まあ。 うん、まあ、言わない方がいいかな。ええー。勘違いや大間違い、ええー、超実の言いぎて墓穴掘っても、後から全部ネタ、わからないやつバカで言えばセーフ、それがぎょっちんなんよ、って言ってこいつ性格悪いね。この48五。うん、なんか、この性格の悪さがコメントでわかるよね。なんだか思いやりがないこいつ。うん、この48五の米な。お前反省しろ、お前ほんと。そういうの、も全部自分に帰ってくの思いやり持って接しろ、お前人間に。もうこいつはなんかね、性格がひねとるわ。 わかる。うん。こういう人間は無視しないといけない。<laughs> はい。次行きます。えー、どうして高橋マミリーを釣りに行くのに何も勉強しないのかなえー、何回も言ってるのに全然うまくならないし、茶ャガが釣りすぎだって言ってるのにワームにまともにフックをさせてない。それで釣れてならい,いいけど、釣れてないんだからネットで調べるのにしたらいいのにって。茶ャガ釣り嫌いだから、あ、嫌いじゃない、好きだけど、そこまで興味持ってないから、浅く広くだから。 うん、まあそこがまあちょっとな、まあ、釣り YouTuber としてはまあまあ、うん、本当に好きでないとな、うんまあ、視聴者って見てるからな、細かいところね。うん、えーえー、フックの付けはタカちゃん仕込みのスペシャルチューンじゃないよ。うん、俺は微妙に負けてるから。うん、えーっと、金森さんあお前らよ、本当さ、インターネットで俺もさ、バス釣り YouTuber のさ、スレッドとかも見るわけよ。 で魚釣り YouTuber のスレッドとか見るんだよ。動画は見ないけど、スレッドは見るんだよ、たまに。あの、1ヶ月に一遍ぐらい。なんで、あのー、その、インターネットのその、根性ひねくれたやつは、どんな風に見てるんだっつって。で、見るわけよ。お前ら悪口ばっか帰ってんじゃねえよ、誹謗中傷とか。ね。その、金森さんのこと俺どんなんかわかんないけど、まあ、有名な人でしょ、バス釣りの方で。 で、ね、もう、妬んでんだよ、お前ら、多分。うん、その、金森さんにな。なんか、金森さんって、俺も動画、5、6回見たことあるけど、うん、なんか、ちょっと金持ってそうじゃん。うん、なんか、ちょっと、あと、かっこいいじゃん、ちょっと、声、喋り方とか、声とか、顔とか。そんな、お前ら、妬んで、妬みで悪口書いてる気がする。反省しろ、お前。うん。お前、生まれつき顔が変だったんだから、お前、しょうがねえだろうが、つって。そこをわきまえろ、お前ら。な。 金森さんはもうある程度イケメンで生まれた上に頭もいいだろう、お前。喋り方見たらわかるだろう。頭も頭脳もある程度、頭脳もある程度回転早いから、何やっても成功しちゃうんだよ。な、それはもう運命で決まったんだから、お前ら身の程をわきまえて、プキッキーとか書いてんじゃねえよ、バカ、ほんとに。ええー、ぼったくりバーの動画クソ面白い。ああこれ俺のかなありがとうね。はいはいはい。えー、でこれ俺こいつに物言いたかったんで、こいつのために俺今回動画撮ってんだよ、お前これ、俺。 えー、高橋の、えー、日本語、寛、え、疫、ー、日本語間違いシリーズ、簡易寛疫。ね。確かにこれ、簡易っていうもの、俺、寛疫って読んできてよ、今までね。あの、もう40何年、寛、あ、疫、のー、って読んできたよ。だけど、そういうな、細かい神経質な人間が俺嫌いなわけよ。うん。あの、間違えてるよって優しくお前教えろよ、本当に。どんだけ神経質な、腐った性格してんだ邪魔くせえ、マジで。 <laughs> あの、あれだぞ、こういうな、あのその俺みたいな天然みたいな、ちょっとボケた人間が間違えるやん、それが時代作ってきたんだよ、バカが、お前、ほんと、俺がこうやって間違えるやん、間液とかな、でお前みたいな神経質のクズみたいな人間がこれ書くわけやん、ぐず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 なでそういうふうなことちいって時代変わんねえのよ。だだかからら俺は時代作ってきた男よ、うんだから これ、歯に衣着せぬもな。歯にぬ着せぬでもいいけど、歯にぬ着せむって滑舌的に言いづらいじゃん。歯にぬ着せぬって喋ってこないのも頭悪いんだから。歯にぬ着せぬって言ってみろ言いづらいだろう。な。歯に衣着せぬの方が言いやすいんだよ。だから俺はそういうふうにあえて言ってるわけ。バカが本当に。で、こうやって言うと、それが徐々に広がるわけよ。で、日本語って100年、500年かけて、1000年かけて、じゅわじゅわ変わっていくの。 あ人間、日本語使いやすいように、だから難しい言葉、政治家とか喋るじゃん、もう聞いたことねえような、な,な,なんだその、100年前にどっかの文献では使われてたようなまどろっこしい表現、うん、でそういう表現も芸術なんだけど、分かりづらいシンプルイズベストだから、うん、だからそうやってシンプルに歯に衣着せる、ね、衣ですよ、これは完全に。 間違ってないです。私が辞書ですから。国語辞典私が作ってますから。ね。それを国語辞典作ったやつら勝手に法則を決めてるんで、こっちはこっちでマイルール作ってやってるわけだから。なだから歯に衣着て塗って俺が言って、それが広がってたな。例えば、簡易が、簡易になったり、俺は簡易トイレだよ、こんなもの。簡易って呼んできたんだよ。簡易じゃなくて、簡易でいいだろう。で、そうやって日本語って分かりやすく進化していくんだよ。だから、お前、進化を邪魔していくんじゃねえよ、バカが、本当に。に。説教だよ、お前、神経質なやつだな。 <laughs> はいえー、早く錦鯉の品評会品評会な、まあ普段動画でやっとるから、まあ、それ見てよ、うんえー、と昔は専務ははじめみんなしゃなしで付き合ってあげてるか丸出しだったのになえー、っとあそうかそういうオーラが出てたか、うんえー、金で買い乱されて魚んの禁煙そこにいたら首やからしちゃないそうかな そん,そんな、なかなか俺は首とか言わないけどな、そんなことは。ということでね、皆さんね、はい、えー、こういう神経質なね、人のね、お前、感謝しろよ、お前。俺がわざわざこれ取り上げてやって、お前、わざわざお前が承認欲求、お前も承認欲求の塊みたいな人間だから、大体お前、コメントをこうやってだ、5チャンネルとかに、ね、書いてるやつ自体がもう承認欲求の塊みたいな暇人なんだよ、な。だからお前、わざわざ取り、わざわざ俺が取り上げてやってんだよ、今。わざわざ。 お前感謝しろよ、本当に。コメントかけ、490万ありがとうございましたって。ウわざもう有料級のも説教してあげてるんだから。分かったか。<laughs> はい、ということで皆さんね、またお会いしましょう。